はい、どうも、こちらです。今回は、決勝戦、黒のね、攻略をしたいと思ってるんですけど、まあ、個人的なメインはね、まあ、動画のタイトルはそっちって書いてあると思うんですけど、韓国の超進化でございます。で、それを使って、黒を攻略したいな、というふうに思ってます。で、正直、超進化韓国じゃなくても、全然攻略できるんですけど、まあ、ちょっと、デビューさせたいな、ということで、まあ、ちょっと半ば無理やりですけど、使いたいと思います。ということで、はい、韓国さん。いやー、超進化初めてでございます。やっとね、もう旬ですらね、超進化してるんですよ。ね、しゅんさん。グーってやりました。今、うぜー。超進化処理持ってるんですけど、俺はまだ持ってないんで、まあ、この韓国が初めてでございます。で、この後の動画ぐらいで超進化サボに関してね、お話しできればというふうに思っております。じゃあ、超進化いきます！お願いします！さあ、ちょっと。この感じ。あ、ちょっと待って、ボイス聞きたかった。ボイス聞きたかったなぁ。でも、まあ、このセリフは一緒だよね、多分ね。うわ、来ましたよ。うわ、もうアイコン違うなぁ。それは当たり前なんだけど。で、射撃タイプになったんだよね。これがでかくて、何がでかいかと言いますと、はい。決戦韓国、首でございます。はい、こちら、超進化韓国。これ入れれるんだよね。ちょっと、必殺技、ちょっともう一回、遅延させて、まあ、この場合、心属性だね。即属性いないんで。心属性が、即属性韓国っていうのか。韓国自身が即属性なんで、まあ、韓国とキザル2体が 1.75 倍で、肉が出て、肉取ると、一定以下の時は 1.75 って感じだよね。確かね。だから、キザルと結構相性いいよね。体力少ない時に肉取れば、だってキザルでもうすでにアップしてるのに、さらにこれで回復率がアップするでしょ？とか相性いいよね。まあ、実路変化に頼れるとしたら、キザルの溜まってない方を使うとかすればね、2ターン、ほぼ実装の状態で戦えるっていうの感じなので、これ相性いいんじゃないって思うんですけど、どうでしょうか。じゃあ行ってみましょうか。黒ちょっといけるか分かんないけどな。一応襲来対応を目指して、はい、一応多分ね、襲来対応してんじゃないかな。イワンコフとハンコックがいるんで、多分襲来対応はしてると思うんですけど、まあ、ちょっと襲来に関してはまだね、実証してないんでちょっと分かんないですけど、まあ、多分いけるんじゃないかなって思います。で、解放はこの感じ。もうガチガチですね。ガチガチってもまあ、キザルが解放まだ何もできてないんで。で、これモビーディックでいいの？全然わかんないな。黒ほぼ初見なんだけど。初見じゃないんだけど、もうね、覚えてない。確か、修行ウソップとかだったよね。で、なんかお邪魔にしてくるとかじゃなかったっけ？修行ウソップが。おー、いきなりヘラクレス。なんか動画の時にヘラクレスに出るパターン多いな。まあいいや。はい、あってそうだ、あれだね、体力少ないんで、こうやってスロットを変えて刺さなきゃいけない。あ、てか韓国の練習すればよかった。韓国の練習したいな。うわ、5500か、結構きつい。肉出な、嘘でしょ、肉出ないじゃん。はい、お肉、お肉、おお、肉1個、肉1個でもね、4300。すごいね。やっぱ、ハンコックいるとさらに回復するんだろうね。だって、キザル1体で600でしょ。やばいよね、回復量。これ、しびれ矢なんで、ちょっと気をつけながら戦います。ハンコック。おー、ちょっと早め？てか、同じタイミングかな？多分。タイミング的にはそんな変わんない。てか、肉来ないじゃん。うん、多分そんなに変わんないね、タイミングに関しては。 OK、 突破でございます。お、肉来たね。これで多分全回復、あれ死ねえか、毎ターン回復で全回復で。そうだね、はい、 OK です。なるべくスロット、あ、そうか、揃えても意味ないのか。スロット揃えてもどうせあれだよね、変化されちゃうんで、変えるだけ変えましょうか。じゃあ、はい、これでで、カメで貯めて、溜まるね。おお、肉めっちゃ来た。キザルも溜まるし、オッケーですね。キザル17ターンもうちょっとなんとかなんないかなって個人的には思うんだけどね。まあ、その、キザル自身の戦長効果で2ターンね、短縮はあるものの、ちょっと船員として使った時ね、17ターン重くない？さすがに。まあ、ジンベの上位互換なんでね、ジンベが重要なんで、まあ、17は妥当かなって思うんですけど、もうちょっとね低くでもいいかなって思うんだけど、もうだって完全ジンベの上位互換だよね。パーフェクトなんかはないし、ジンベと違って2タイプ
ソロがけだからね、うん、あ、あれか、爆弾か、爆弾スロットか。じゃあもう攻めちゃおうか。そしたらはい、攻めちゃいます。でイワンコフは変わらないと。で、はい、こいつも使って、どんぐらい削れるかな、これ。それにもよるな。あ、半分くらいしか削れない、これもしかして。あ、削れないね、結構硬いね。138万しか出てないか。150万、200万はないか。160、70万くらいかな。うわ、何こいつ、力スロットとか、あ、そういうことやってくるんだっけ、こいつ。で、多分一冊渡してくるんで、先に雑魚処理をしましょうか。これ以上弱らすと多分ちょっと怖いんで。うわ、え、待って、こいつら硬くない？あ、てか、そうか。ハンコク、そうか、ジスロー、あ、そうか。スロット営業残ってたんだ。やばくない？これ、ちょっと待って。え、何？拡大してやる。おい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 、これもダメやん。これ、キザル、使うしかないでしょ、もう。いや、イワンコフいるか。いや、イワンコフいて、これなんとかなる？いや、キザル撃ちましょう。キザル撃ちましょう。はい。撃って、イワンコフも使っとこう。どうせ、ボスだけになっちゃうと思うんで。うわ、これボスいける？それでも。ちょっと際どくない？まあ、いや、行きます。これで負けたら受けるな。あ、やべ。あぶね。超ギリギリ。あ、よく使っててよかったね。はい。で、そしたら、ターン溜め直したいね。あ、肉補給しなきゃよかった。てか、こっちじゃない。これいけっかな。ちょっと、忘れてない。黒も何するか全然覚えてないや。なんか、周りがいっぱいいて、周り倒すとなんか黒が一旦になってくるとかやつだったっけ、ちょっと覚えてないな。多分黒はね、属性相性的にはまあいいと思うんで、なんとかなるとは思うんですけど、貯めるか、もうちょっと。いや、貯めたところで、でもキザル第3段階まで無理だもんな、多分な。うん、動画も長くなっちゃうし、突破しよっか。じゃあ次のターンで。もう動画の長さ気にしちゃうから。あ、てか、そう、生配信来てくれた方、ありがとうございます。生配信撮った、その日の後にこれ撮ってるんですけど、ありがとうございます。いっぱい来てくれて。ちょっと今後もね、生配信をやっていこうかと思ってます。超楽しかったからね。はい、黒でございます。全員消してるからよ。俺たちまで？全員攻撃2倍。はい。キザルはこれ最初に使った方が良さげだね、多分ね。ダメージ量多そうなんで、一体だけ使っときましょうか。もったいないけど。あ、てかこっちじゃなかったな。まあいいや。はい、行きます。こっちじゃないよ。はい。OK です。で、そうすると、あれ、ダメージが。あれ感覚1にならないのこいつ。よくわかんないな。ハンコク使えば左がジスロ変化になるんで、それうまく利用すれば、ドフラミンゴを使えばね、まあほぼ5人ぐらいは揃ってくるんじゃないかなって思うんですけど、どうですか。ダメージ軽減がついてるってことはまだ攻撃できない。そしたら、あ、でも攻撃できるじゃん。できるから攻撃しようか。じゃあ攻撃しましょう。ヒットバリアないんで、で次で、あ、でも待てよ、ここでスロット変化しとった方がいい。いや、攻めよう攻めよう。はい、キザル使って攻めます。おい、キザルスロットふざけんな、キザルこの野郎。てか、フランキー溜まり直したんですけど、早くない？さすが11ターン発動です。確かすごいね。あ、これ体力足りてる？これ足りてる？体力デイジョンの時多分足りてるよね。今使っていいんだよね。即属性スロットがなくなっちゃうけどいいよね。はい。あ、見ればよかった。あ、なんで飛ばしちゃったの。まだ一回も見てないのにさ。なんで飛ばしちゃうの俺。ちょ、もう、超見たかったんだけど。で、これは使っていいよね。どうせフランキーは絶対揃うんで。はい、ここからスロット来て。誰でもいいから。これスロット。あー、来ない。で、ドフラミンゴさっき使っておかないとダメなんで。
あ、でもフランキー別に使わなくていいか。いや、使っとく。え、どうせもうこの一旦で倒しきりたいんで。うわ、てか、キザル揃わなかったのでかいな。これだって心属性だけだもん、ナップスもね。即属性と。でかいなぁ。まあ、いっか。はい、じゃあこれで、いきます。勝てるかなこれ。順番わかんないけど、まあいいや、適当でいい。はい、適当。あ、バカあ、負けない、負けないの、負けないのなんでミスしちゃうの。待って待って、あ、浮き足。待って、何すんのこの人。これで何します。軽減系ラッキー、これ、スロット揃ってる。あ、でも、キザルの戦長効果がない。戦長効果というか、2倍2倍だ。あ、ダメージ取るじゃん。まあまあ。あ、いけた超焦ったんだけど今のなんだよ超ダセーな。なんだよタップミスって。超ダセーで、しかもハンコクのムービー飛ばすっていうなんだよそれ。おー、秘伝の書2つやば、ありがてえなー。はい、で今ね、ハンコクの殺技が見たいがためにもう一回生きてますもうなんでこんなことしなきゃいけないんだよ。で、あと黒の評価なんですけど、そんなに回りさないかなって思います。ただ地属性の斬撃キャラとしてはまあまあ優秀じゃないかなって思っています。ジスロ以外を変換だよね確か。ジスロ、自分を地にしてジスロ以外変換なので、確か7ターン発動とかだよね。なので結構優秀だとは思います。あれ、ジスロ変換だっけ、ジスロ以外変換だっけ、どうだっけ、ちょっと覚えてないな。そこどうだったっけ、なんかランダム変換だった気もするな。ランダム変換か、そんな強いわけないか。で、しかも封じと船長2ターン回復で7ターン発動でしょ。だから数字的に見ればだいぶ強いかなと思います。うん、だから余裕ある方は回ればいいかと思います。俺はちなみに回ろうかなと思ってますけど、まあスキル間とか解放終わらすぐらいまではやんなくていいかなと。まあ10ターンぐらいで打てればまあ十分かなって思うのでね。うん、それぐらい目安にやっていこうかなって思ってます。てか今回のあれだよね、コロシアム鎮者をいいよね、適正だよね。だって変換要員としてあいつ入れればね。あ、じゃあコロシアム鎮者じゃない、間違えた、ワタアメルフィ、ワタアメルフィ、ワタアメルフィじゃねえわ、ドーナツルフィ、なんていうの、スイートタイムルフィ、あれ適正だよね。あれ入れれば、あの変換要員としてあいつ入れれば、変換した時になんかいろいろ変えてくるでしょ。でその後で変換をまた自分がしたい変換を上からかぶせればいいだけなんで、まあ、黒ものすごいいいかと思います。で地属性だしね、その辺はだいぶ適正度が高いんじゃないかなと思うんで、まあ、今後どういう適正が出てくるか分かんないですけど、まあ、とりあえずこれ見ます。はい、いや、かっこいいやん、いや、かっこいいやん。っていうかあれだわ、イヤホンすれば喋ったよね多分ね。もうなんでイヤホンしなかったの、さすがにもうやんないけどねはい、っていう感じでございました。はい、という、まあもうすごい、緩い動画ではありましたけど、この辺で終わりたいと思います。この動画良かったらグッド評価お願いします。チャンネル登録またの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということで以上、超進化ハンコックのデビュー戦を、まあ黒ね攻略と合わせて、の動画でございました。ご視聴ありがとうございます。